こんばんはスーパーハイレギュラーのおまつりちゃですはいこのチャンネルでは私の好きな嗜好品を食べながら私の好きな本の話をするというチャンネルですエビデンスはありませんえー、働きたくありません <laughs> こんなねニートで働きたくないこんなダメな大人を見ながらこんな大人にはならないぞそんな使い方を是非反面教師として是非使ってくださいよろしくお願いしますそれでは今日のチョコレートです今日のチョコレートは じゃんババイオかバイオオかフランプリのフランプリっていうあのー、フランスだとフランプリモノプリカルフールが3、えー、大,三大フランスパリだと3大手、えー、スーパーなんですけれども、えー、私この間ねフランプリめっちゃ行ってきました。あのー ホームステイさせていただいていたお宅の近くが、まあ、めっちゃ近くにフランプリがあったんでもうフランプリばっかりってでフランプリのオリジナル美容チョコレートですあこれ美容じゃなくてね美容じゃなくてバイオだバイオバイオって言うとすごい分かりやすいよっていうあのコメントで教えてもらいました本当にありがとうございますこんなダメダメな私のダメなところをちょっと教えてもらえるとあの配信間違ったこともよく言うし。 言い間違いもすごく多いし、漢字は読めないし、英語も読めないし、フランス語もっと読めないしね。なのでバイオチョコレートでございますえ、バイオチョコレートこれの意味はえっ、ー、と。オーガニックチョコレートですえー、フランスのオーガニック、フラン、ポオリジナルオーガニックチョコレートです。いただきます。 ちょっとね最近ね気づいたんだけど私食べずに配信してたの前にまででもそしたらさすごい醜いって言われてあ確かにと思ってっ一応ね最近は試食をしてから開けるようにしてますま形、あ、はこんな感じですうんうんうん 嗯。Mm. Okay. 美味しいです。あの、これミルクチョコレートですね、普通に。ミルクチョコレートです。か。えー、オーガニックチョコレートなんですけど、カカオ40%の、カカオ40%の、えー、オーガニックチョコレートです。ございますので、えっ、ー、と、ミルクチョコですね。うわ、ちょっと、チョコ作っちゃな。た。<laughs> いえっ、ー、と、原材料名も砂糖が一番に来てます。シュガー。こんな感じのチョコレートです。えー、あのね、 明治ミルクチョコレートとロッテガーナチョコレートで言うならロッテガーナチョコレートの方がちょっと近いかなっていう印象があるかなミルクチョコレートだから、まあ、味としてはちょっと似てるんですけれどもやっぱりなんかメイジミルクチョコレートはさって後味すっきりって感じなんだけどロッテガーナは「寝ちゃ」みたいなわかるこれちょっと悪口じゃないんだけどすごい褒めてる私ロッテガーナのすごい好きなところが「寝ちゃ」ってチョコレートっぽいチョコレートって感じじゃない <laughs> <laughs> でうんちょっと飲み物飲みたくなる感じの分かるかななんか紅茶とか飲みたくなる感じのあの寝ちゃってした後味がちゃんとあるチョコレートでうんこれはえっとフランプリオリジナルなんでえリンツが2ユーロぐらいだけどなんかもうちょっと安かった気がするにもいかないかな,えも、うん、なんかそんな感じです200円とかの1。 1> 1. ちゃらユーロみたいな <laughs> 感じだったのではいすごくおすすめです、えー、美味しいですなんかさもなんかどうしようもないことなんだけど海外のやつはカロリーだけじゃなくてジュールでも書いてくれてすごいなんかいいですね親切だなって思っていましたでもかといってもう何も読めないから私本当にフランス語英語も読めないからフランス語なんてもっと読めないんで 全然読めないんですけど美味しいですおすすめですすすすおめあのー、私ねダメな人間すぎて本当にに配信ししたらチョコレートを食べるっていう風にしていいうるんですね、えー、ちょそうしないとねめちゃくちゃ勝手にバク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 食べちゃうんでで何て言うんだろうな何事も嗜好、えー、品っていうのはいいところもあれば悪いところもあるものじゃないですか。えー 私タバコが全て悪いとは思っていないけれども、まあ、あんまり体にいいものでは基本的にないじゃないですかでもあれもやっぱ嗜好品であるからにはそれをねたん吸,い吸いたいのか <laughs> 吸いたいって思う人はいっぱいいるわけで,でだから何かをしたら。 タバコを1本っっっててやったら絶対いいよねってこの作業終わったらタバコ吸おうってしたらもうすごく効率も上がると思うしすごくいいものだなって思っていてねだから私はちょっと本当に何もしないと普通にアニメ見て漫画読んでダラダラねチョコレート食べて過ごしてしまいそうで怖いのでチョコレート配信をしたらチョコレートを食べれるっていう風にしようって思ってこうやってあの働きたくない自分にも頑張らせています。だからちょっとねやり方 よいいかわかんないけどすごくおすすめな方法でございますでうんでもね最近思うんだけど全然配信して収益とかのよりも全然チョコレート代の方が高いのでもそれどうしたらいいのかなってちょっとね相談ですかねはい <laughs> はい以上ですチョコはこんな感じですであ今日おすすめする本はじゃじゃーんグラビアアイドルの仕事論という本です。 倉ゆかさんが書いていらっしゃる本で「倉持ゆかさん最近ご結婚されましたよねおめでとうございますうらやましい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 」はいあのあちょっとはいゃぐちゃだもともとちゃぐちゃだけどまあいいやはいね本当にでそのグラビアアイドルの仕事論 っていうので、えっ、ー、とーこういう私みたいなグラビアだったりコスプレだったり、ね、人に見せる仕事をする人には絶対に読んでほしいなって思う一冊かなって思ってます。えー、この方ね、本当すごく14年で,、ね、でぐらい何年だろう、すごいじうん、長いことを活動されていて、しかもそのうちの9年間は地中にいたって書いてるほどにあのー、すごい。 長い長い過酷な生活をされてきたっていうのを、まあね。読むことが成功者なんだけど、努力はすごくされてるっていうのを読むことができます。やっぱりね。グラビアする子ってやっぱり可愛い。ある程度ね。普通の一般的にその辺にいる子よりはまあ可愛いかなっていう子がやってる子が多いと思うんですね。で、そういう子っていうのはやっぱりいろんなね。あのいろんな。 誘惑みたいなのがあるんだけどそれも打ち勝って自分は、えー、グラビアアイドルだけに専念してきたからこそファンにとても誠実に対応してきたからこそこのねこんな地位があるんだよってそれを長年できたっていうの、うん、もすごいし。 そういうことがいっぱい書いてあってそれでもそれだけやってる何も考えずにやってるだけじゃダメだよっていうのをあの見ればちょっとペラペラってしていいかななんかえっとほらこう写真が多いんだよね写真が多くてすごいわかりやすくなっているのかなって思いましたうん。その努力の方法を惜しみなく書いてくださってる本ですごくわかりやすい 私も本なんてラノベぐらいしか読まないんですけどやっぱ、うん、あの写真があることによってねとても読みやすい本になっているなって感じましたあと私この人がなんでそんなにすごく好きかっていうと、えー、あのやっぱりね、えー、あれですねこの人ってあのグラビアアイドルってさやっぱ芸能界の中でいうと本当にちっちゃいところなんだよね本当一部っていう。 ことなんだけどそれででもさやっぱさその界隈で一番を目指す人っていっぱいいるじゃんそんなちっちゃいは中だけど自分が一番になりたいって一番を目指す人っていっぱいいてでなんだろうな他よりもまあ他を押しのけてでも自分が一番になるっていうのはそういう心意気っていうのはすごく大事だと思うんだけどそれだけじゃなくてそれだけじゃなくてこの界隈みんなで盛り上がっていこうよってグラビア界全員で盛り上がってみんな。 みんななでで幸せになろううよっってていうことをすごく言ってる人でだからそれが私はめちゃくちゃすごく大好きでうーんやっぱりコスプレもさこんコスプレで有名になってきてる人も今はまあチ,ラチラフォルっていうかね結構私なんかめっちゃ,っちゃすごい人たちから何人もいてでうんそういう人たちって本当に素晴らしいなって思うんだけどなんかそれも素晴らしいなって思うしそれ全体で盛り上がって素晴らしいなって思う。 だからこそなんかそれ全体で盛り上がっていく界隈がやっぱりすごい強いんじゃないかなって思うしそれに関わった人みんなが幸せになってほしいなって思ってしまう私も思ってしまうから思うのでうんなんかこの考えがすごい好きですごいかっこいいなって思わせてくれる一冊なんで是非皆さん読んでみてくださいえだからねうん今日のコメント欄はあれだね だからコスプレ界隈全体が盛り上がっていくには今後どうしていったらいいのかなっていうのをみんながコメントくれるとすごく嬉しいかなって思います。よろしくお願いします。いやーでもねやっぱ羨ましいですよ。本当にゲームが好きでストリートファイタースト,ァストフォえストフォーだっけで出会ってさもう10年交際して結婚ですよ。もう理想しかない。もう本当に私もオフパコ講座してるからこそやっぱり自分の好きなもので出会った人と結婚したいし自分のなんか好きなものが一緒だったらやっぱさ10年も付き合えるしずっと。 その先もずっとその好きなものが一緒ってやっぱりそうじゃないですかあだから私オフ箱講座オフ箱講座してさもう再生数稼ぎたいんだろうみたいなコメントいっぱい来るけどまあそれもあるけど自分もそういう人に出会いたいっていうのもあるよねオフパコ講座ナンパ講座みたいななんかそういうのやりまくってるけど反感 <laughs> も買うけど自分がそう。 なりたいやっぱりうらやましいです。<laughs> はい、うらやましいし、もうこの考えがやっぱり素敵だし、素敵な人には素敵な結婚が待っているんだなってもう思って見ています。はい。だから、すごいかっこいいし、素敵です。はい。コメント待ってますんで、ぜひよろしくお願いします。はい。この動画、最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた明日。